ジンバーンパイセンラジオ。この放送はあなたのカーライフをサポートするコザ自動車の提供でお送りします。いい車あるさ。あなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい。今週も始まりました、ジンバーンパイセンレディオ。そしてこの時間のお相手は黒岩仁太郎です。10月5日木曜日、時刻は19時30分を回りました。 FM コザおきの皆さん、こんばんは。黒岩仁太郎です。いや、あっという間の10月で、今年もあと残すところ2ヶ月を切りました。ねえ。やばくないっすか？もう11、12と残り2ヶ月ですよ。早いですね、本当にね。関東の本日も小田原の特設スタジオから、この番組お送りしておりますけど、もうね、神奈川県小田原市はですね、この時間になると夜ね、秋の虫のね、鳴き声がたくさん聞こえてきて、もうすっかり秋ですね。もう夜は20度を切る日もちらほらと出てきて、本当に半袖じゃいらんないですね。ちょっと一枚羽織りたいななんて思うぐらいの気温になってきましたよ。小座の皆さんはどうですか？まだまだ暑い日が続いてるのかな？はい。ね、私、まあ皆さん知ってるか知らないかわかりませんけど、まあ自営で車屋もやってるんですけど、なんといってもですね、あれなんですよ。ちょっと負傷をしまして、まあ大したことじゃないんですけど、今週の火曜日、10月3日の火曜日ですね、まあ展示車をいつものようにね、ちょっとほこりかぶってたんで洗ってたんですね。で、うちの展示車で、車好きなら知ってると思うんですけど、フェンダーミラーのセドリック、ね、歌にもありますよね。葉山ツイストっていう歌でも、横山健さんが歌ってる歌の中でもですね、フェンダーミラーのセドリックにって、歌詞があるんですけど、まさにそのフェンダーミラーのセドリックがうちの在庫でありまして、まあ私もY31 のセドリック。まあ最近で言うと、ちょっと前まで覆面パトカーとかで使われてたんですけど、最近はあれですよ。あれ。あれじゃわかんねえよって。タクシー。タクシーなんかでよく使ってますね。日産の Y31 のセドリック。タクシーで使ってることが多いんですけど、まあそれ、フェンダーミラーなんで、こう、洗車をしておりました。そしてちょっとミラーがずれてたんです。フェンダーミラーってドアミラーと違って格納が効かないんで、下の付け根のところに、ちょっと強めのバネが入ってるんですね。要は、まあ、ミラーの意味というものは、人が当たった時に、時速40キロで、当たっても、危なくないように、まあ、わざと壊れるというか、そういう風に、な構造でできてるんですよ。で、フェンダーミラーの場合は格納ができないんで、まあ、中に、足のところにバネが入ってて、ちょっと動くようになってるんですね。で、それが、洗車をしてて気づいて、ずれてんのに気づいたんですよ。で、動くことも分かってたんで、ちょっとね、これは元の位置に戻さないかんと思って、ちょっと引っ張ったら、バキッと折れましてね。根元からミラー折れるとかないでしょ、だって洗車してて。さすが平成9年の、もうね、20年前ですよね。さすが20年前の車だなと思って。バキッと根元から折れちゃってですね。また部品を探すのが大変なんですよ。まあ、と言ってもですね、タクシーとかで使ってるんで、供給部品はいっぱい出てるんですけど、まあ、メッキのフェンダーミラーなんで、
新品の部品を頼むと、すごく高いんですよ。で、いいのか悪いのか、ちゃんと電気も来てて、格納はしないけど、電調っていう、要はガラス、鏡の部分が動くようになってるんですね。なんで、まあ、それが入ってる分、すごく純正の部品だと、値段調べてないですけど、多分、片側、3万ぐらいするんじゃないかな。メッキ仕上げになってて。で、まあ、中古パーツを探そうかなと思ったんですけど、なかなかいいのはないんですよね。メッキが剥がれてたりとか、あとはちょっと欠けてるとか、なかなかマッチングするのがなくて、うちの展示者の Y31 のセドリックくんはですね、展示場から裏に運ばれて、今骨折したかのように、割り箸を挟みまして、その上からガムテープでミラーを固定されて、とても痛々しい、姿になって、裏で眠っております。もうなんだろうね、皆さんもあるかと思うけど、もう本当にね、車をぶつけたらへこむじゃないですか。もうそれと同じような感覚ですよ。もうね、俺Y31 のセドリックが好きで、実は僕自己所有してたことも多々あったんですけど、それはまあ皆さん驚くと思うんですけど、僕 Y31 のセドリック7台買ったんですよ。この車屋さんになる前からね。バカでしょ？そうなの。そのぐらい車が好きで、もう本当に目つぶってても、どこのビスを外せば何が取れるっていうのも分かってるぐらい乗ったんですよ。前期、中期、後期って。で、またすごいのは、Y31 のセドリックは、平成24年、昭和63年から平成24年まで、すごくロングランで出てた型式で、途中から平成ね、4年からかな。4年からは、セダンのみの販売になって、で、平成10年からは、ビジネスセダンっていう形で、よく官庁とかそういうので、送迎用に使ってた車として、日産が販売してて、要は、型式が一緒だから、まあ、ボディはね、ライト周り変わったり、バンパーの形状変わったり、グリルがでかくなったとか小さくなったとか、そういうのいろいろあるんですけど、その、元のシャーシとかね、エンジン自体は変わらず、ずっと、昭和63年から平成24年まで販売されてた車で、最後、平成のね、16年かな？そう、16年でガソリン車が廃止になって、平成16年から平成24年までは、エンジンだけ変わって、プロパンガス仕様、要はタクシー仕様でしか販売されなくなって、それでも売ってた車なんですよ。なんで、そのぐらいなんつうのかな、僕も思い入れがあって、とても好きな車で、ついついオークションとかね、仕入れ行くじゃないですか。そうすると Y31 が出てるとね、仕入れちゃうんですよね。そうなんですよ。本当そのぐらい大好きな車の一台で。その子がですよ。もう商品にするために一生懸命磨いて、中も綺麗に仕上げて、ルームクリーニングして、内外装をピッカピカにして、で、プライスボードをつけて飾ってたんですけど、あ、なんか汚れてんからかわいそうだなと思って、良かれと思って、私が洗車をしたら、まさかのフェンダーミラーがもげるというね。このもう、なんつうのかな、やるせない。まあ、その火曜日の日は一日へこみましたね。で、なんか片っ端からネットとかでも調べたんですけど、その中古パーツ屋さんとか取引あるんで、そういうとこも調べたんですけどね。なかなかいいのがなくてですね。3日経ちましたけど、そのままミラーが折れたまんまで、今、テープと、差し木で、補強してあって、なんかちょっとみすぼらしいんで奥に引っ込めて、かわいそうな僕の、展示場のセドリックちゃんがですね、眠っているという、そんな、今日この頃でございます。皆さんもなんかそういう経験ないですか？やってしまった、良かれと思ってやったのがあだで帰ってきたみたいなね。例えばなんか
車をね、まあ沖縄じゃないけど、まああの、こっちでよくあるのは、その、夏タイヤ、ラジアルタイヤからスタッドレス変えようとしたらなんか、ナットを舐めらしてしまったとかね、そのクリップボルトを折ってしまったとかね、多分いろいろあると思うんですけど、ほんとね、そういう時へこみますよね。やらなきゃよかったってね、ほんと、後悔先に立たず、よかれと思ってやったのにって、でもまさかミラーもげると思わないし、で、メッキ仕上げになったから、俺中も、その、なんつうのかな、ABS 樹脂じゃなくて、なんか、あの、金属製の、なんか、真鍮かなんか使ってんのかなと思ったら、あの、バキッと折れたら、メッキでコーティングされてるだけで、中プラスチックだったっていうね。そこは僕初めて知りました。もう本当に勉強になったなと思って。そんな感じです。はい、ということで、ちょっとね、あの、僕のあの、フェンダーミラーの話で盛り上がってしまったんですけど、こんな凹んでる今日この頃だから逆にちょっとテンションの高い曲を一曲かけたいと思います。YouTube とかで最近ね流行ってる、特にアニメ好きの方は知らない人がいないっていう曲をちょっとね、お流ししたいと思います。ファミリーマートってあるじゃないですか。あのファミマの歌があるんですよ。ファミマに入った時のあの、音覚えてます？タタタタタタン、タタタタタみたいな音あるんでしょ？あれのね、実は歌があるんですよ。まあそれを一般の方が作ったのかな。それが、なんかね、今ね、動画配信サイトで結構アクセスが多くて、その曲の音源をゲットいたしましたので、一曲聴いていただきたいと思います。ちょっと歌ってる人の名前が不明になっちゃってるんですけど、曲名だけ紹介して、フルコーラスで流したいと思います。それでは聴いてください。ファミマ秋葉原店に行ったらテンション上がった。聞いてください。どうぞ。ファミファミファミマファミファミマファミファミファミマファミファミマ。お聴きいただきました曲は、ファミマ秋葉原店に行ったらテンション上がった、でした。
ション上がった皆さん。すごい曲じゃない？もうこれね、俺も一回聴いてから、もうね、ファミファミファミマファミファミマっていうフレーズがですね、頭から消えないんですよ。このラジオを聴いてるリスナーの皆さんも、まあ運転中の方もいらっしゃるだろうし、まあどっかで聴いてる人もいるだろうし、ながら聞きしてると思うんですけど、この曲を聴いた瞬間、このフレーズは、多分ね、一週間ぐらい頭から消えないですよ。はい。そうなんです。はい。ということでですね、ファミマの曲で元気も出たところで、いつものコーナー、行ってみたいと思います。今日は、何の日？ということで、10月5日。この日は何の日かということで、僕調べてまいりましたので、報告したいと思います。まず10月5日、世界教師デーということですね。国際連合教育科学文化機構が制定。国際デーの一つ。1966年この日、教師の地位向上に関する勧告が調印されたということですね。世界、教師デー。そして、ちょっとね、これ面白いですよ。まあ、コンビニの話をした後にあれなんですけど。10月5日、レジ袋ゼロデーということで、スーパーマーケット業界団体のある日本チェーンストア協会が2002年にゴミの減量のため買い物袋をマイバッグ持参を呼びかけるために制定したということで、これさ、マイバッグ増えてません？うちの近所のスーパーとかでも、マイバッグだけじゃなくて、なんかマイバスケット？なんつうのあれ？買い物カゴあるんじゃないですか。あれも売ってるんだよね。俺あんまりスーパーとか行かないから知らなかったんだけど、買い物カゴを持ったまんまのおばちゃんたちがわちゃわちゃ出てきて、買い物カゴってなんか若い時そういえばなんかスーパーのそのままなんか借りパクしてそのままなんか家に置いてあったとか、なんかそういう記憶あります？俺もなんかね、その若かりし10代の時にそんなことをした経験もあるんですけど、それをおばちゃんたちが堂々とやってるから何かなと思ったら、よくよく見ると買い物カゴの色が違うんですよね。それで、それは、自分でご購入をされて、まあ、そのまま持って帰ってしまおうぜみたいなね。だからちゃんとよく見るとね、カゴの隅っこに、あれですよ。シールが貼ってあって、そう、シールが貼ってあってね、あ、これは、ご自身の、マイバスケットなんだっていうのをね、知りましたね。はい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 。そうなんですよ。僕もびっくりしました。はい。ねえ、そんなこともありましたよね。あとはですね、最近のスーパーで気になるのは、その、買い物中のカゴと、ご生産済みのカゴの色が違ったりするでしょ。沖縄の方でもあんのかな？うちの近所のスーパー、何店舗かあるんですけど、たまに買い出しとか行くと、今買い物中のカゴは赤で、生産済みのカゴは黄色になってて、持ってくるバスケットはピンクとかね、なんかね、ね、カラフルな、バスケットっていうのあれ、カゴが増えてきてますよね。はい。それで、レジ袋ゼロデーで、次ですね。時刻表記念日ということで、1894年、明治27年のこの日、日本初の本格的な時刻表、汽車汽船旅行案内が出版されたということで、福沢諭吉の勧めで、イギリスの時刻表を参考に、発車時刻や運賃のほか、いろいろその他諸々が掲載されていたということで、ジンバーンパイセンレディオ。放送はあなたのカーライフをサポートするコザ自動車の提供でお送りします。いい車あるさ。あなたが私のパイセンか、
私があなたのパイセンか。そんなことはどうだっていい。今週も始まりました人馬パイセンレディオ。そしてこの時間のお相手は黒岩仁太郎です。10月5日木曜日、時刻は19時30分を回りました。 FM 小沢沖の皆さん、こんばんは。黒岩仁太郎です。いや、あっという間の10月で、今年もあと残すところ2ヶ月を切りましたね。えやばくないですか。もう11、12と残り2ヶ月ですよ。早いですね、本当にね。関東の本日も小田原の特設スタジオから、この番組お送りしておりますけど、もうね、神奈川県小田原市はですね、この時間になると夜ね、秋の虫の鳴き声がたくさん聞こえてきて、もうすっかり秋ですね。もう夜は20度を切る日もちらほらと出てきて、本当に半袖じゃいらんないですね。ちょっと一枚羽織りたいななんて思うぐらいの気温になってきましたよ。小座の皆さんはどうですか？まだまだ暑い日が続いてるのかな？はい。ねえ、私、まあ皆さん知ってるか。人馬パイセンレディオ。この放送はあなたのカーライフをサポートするコザ自動車の提供でお送りします。いい車あるさ。あなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい。今週も始まりました人馬パイセンレディオ。そしてこの時間のお相手は黒岩仁太郎です。10月5日木曜日、時刻は19時30分を回りました。 FM コザ沖の皆さん、こんばんは。黒岩仁太郎です。いや、あっという間の10月で、今年もあと残すところ2ヶ月を切りました。ねえ。やばくないですか？もう11、12と残り2ヶ月ですよ。早いですね、本当にね。関東の本日も小田原の特設スタジオから、この番組お送りしておりますけど、もうね、神奈川県小田原市はですね、この時間になると夜ね、秋の虫の鳴き声がたくさん聞こえてきて、もうすっかり秋ですね。もう夜は20度を切る日もちらほらと出てきて、本当に半袖じゃいらんないですね。ちょっと一枚羽織りたいななんて思うぐらいの気温になってきましたよ。小座の皆さんはどうですか？まだまだ暑い日が続いてるのかな？はい。ねえ、私、まあ皆さん知ってるか知らないかわかります。人馬パイセンレディオ。この放送はあなたのカーライフをサポートするコザ自動車の提供でお送りします。いい車あるさ。あなたが私のパイセンか、私があなたのパイセンか、そんなことはどうだっていい。今週も始まりました人馬パイセンレディオ。そしてこの時間のお相手は黒岩仁太郎です。10月5日木曜日、時刻は19時30分を回りました。 FM コザ沖の皆さん、こんばんは。黒岩仁太郎です。いや、あっという間の10月で、今年もあと残すところ2ヶ月を切りました。ねえ。やばくない